安心して散っていきなさい。はい、どうもテケテケです。今回は新しくガチャに並んだ MR 安倍の生命ということですが、いや、なかなかヤバいキャラ来ましたね。髪飾りに見覚えがあるですか？これは五芒星ですよ。誰かと混同されると困ります。この髪飾りについてはアシアドーマンのことを言ってるんですかね。はい、アシアドーマンは同じ音名しても六芒星になってるので、で、アシアドーマンちゃんはこの式神がね、可愛らしいんですが、はい、しっかり安倍の生命ちゃんも式神出してきますからね、可愛らしい。普段は式神を使いませんが、怒ったら式神を出して人を食べたりしますよ。うん、全然可愛くなかった。あとめちゃくちゃ偏見ですが、声質がなんとなく人を平気で殺めそうなタイプのキャラクターのそれっぽいなと、はい、下手なこと言ってたら式神ちゃんに食べられちゃうんで、スキル見に行きますか。アクティブスキル見ていく前に、まずはパッシブスキルですね、見ていこうと思うんですが、はい、パッシブスキルの3で出陣するタイミングで5ターンの間自身が生後影光状態になり、残り MP×35倍のダメージを吸収ということで、まさかの出陣時に生後影光をつけるキャラクターが出てきました。いや、これなかなか厄介ですね。はい、生後影光は MP×35倍のダメージをカットするだけでなく、そもそも受けるダメージが 30% から 60% 減少するような、まあ援護によるダメージカットのような、はい、ダメージカット機能がついているので、めちゃくちゃ硬いんですが、それが出陣時からもうすでについていると。で、このカットに関しては自身の残り HP が低いほど減少するダメージが多くなるということで、ちょっと不思議に思う人もいるかもしれないんですが、まあ出陣時から援護ついているのであれば、 HP マックスの状態で生後援護がついていて、この HP が低いほどダメージカット量が多くなるっていう、その HP が低くなる状態っていうのは影光が壊れた後になるので、そもそもこの 60% 減少の方はお目にすることがないんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、何個かパターンがあって、まあ例えば、まあ警告や軍用なんかで進軍していく際に、まあ、ダメージを負った際に、そのダメージを負ったまま次の対戦相手とぶつかった瞬間の開幕 HP が減った状態での影光状態になるので、まあ、カット量が増えるみたいな感じのカット量の増え方だったり、はい、あとは例えばこんな感じで相手の卑弥呼なんかをこの安倍の生命が撃破した際に、はい、卑弥呼の鬼神の道に関しては生後影光すらも無視してダメージをぶつけてくるので、こんな感じで、はい、影光状態にもかかわらず深手のダメージを負う形になります。はい、一応開幕影光でもこういう風に影光状態のまま HP が減るっていうパターンと、テーフの天然ボケだとかを食らった時なんかも同様にダメージ受けますが、はい、っていう感じで HP が減る場面っていうのはあって、まあ、そういった際にこの影光がより硬くなると想定することができます。はい、でこのキャラクター、筋力値ベース防御虫攻撃を知力値の 1.5 倍カット、はい、あと知力値ベース防御虫攻撃も砲術防御力を使って割合カットできるってことで、はい、神髄共鳴スキルでカットできるタイプの防御虫攻撃に攻撃力ベース防御虫攻撃が含まれてないんですね。なんで先ほど見た卑弥呼のような攻撃力ベース防御虫攻撃のダメージに関してはもろに受けてしまうので、まあ、今回も動画前編と後編に分けてお届けしますが、まあ、後編の動画で、まあ、天敵キャラクター誰だっていうところでおそらく卑弥呼を入れる予定ですが、まあ、神髄共鳴スキルでダメージカットできない卑弥呼の攻撃力ベース防御虫攻撃に対して、まあ、影光すらもすり抜けてきてしまうので、まあ、天敵ではあるんですが、まあ、それを逆に利用して影光状態で卑弥呼の鬼神の道攻撃に耐えることができれば、より強い影光に進化させることができるということで、まあ、天敵であり、まあ、その卑弥呼のような影光を通してダメージをぶつけてくる相手の攻撃を利用した生後影光の強化ができるようなキャラクターになっていると、はい、いうなかなか面白い動きを見せるのが生後影光になります。はい、ということで影光キャラクター、はい、二次キャラクター、そして MR キャラクターで自身や味方に対して影光を付与することができるキャラクター、これだけたくさんいるんですが、諸々の条件を平等に揃えて影光を自身に付与した場合の、はい、影光サイズの大きさですね。安倍の生命パッシブでレベルかける280の MP を得ることができて、で、まあ、さらに、はい、その35倍の影光を自身に付与することができるので、はい、影光サイズとしてはこんな感じになり、はい、序列で見ていくと上から見ていってこの位置ということで、最近出てきた MR 大凶小凶なんかには、まあ、同じ MR キャラクターとして影光サイズでは負けてしまってる形になりますね。で、まあ、規模的には二次キャラクターの挑戦と同じぐらいっていう感じになるんですが、まあ、実際には 30% から 60% のダメージカット機能付きなので、まあ、HP マックスでも 30% 分壊れづらいっていうことで、まあ、例えばこれ 1.3 倍すると、はい、こんな感じでリクソンや MR 化する前の大凶小凶を抜かすような耐久力のある影光になることがわかると思います。はい、なんで生後影光って時点で実際にはその他の影光キャラクターよりだいぶアドバンテージがある形になりますね。まあ何より生後影光ということで生後状態解除キャラクター以外には剥がされることがないというこの抜群の安定感、はい、まあ最近の影
攻キャラクターはバフ剥がしキャラクターが多く出すぎたせいで、まあ、壊されるってこともありますが剥がされてしまうってこともかなり多くて、まあ、それでだいぶ耐久としてはあまり使えない形になってきてしまっていたんですが、はい、生後影硬化したことでなかなか剥がしてくる相手がおらず、はい、壊れるまでしっかりこの耐久度全てを使って相手の攻撃をいなしていくことができるということで、はい、そういう意味でなかなか硬い影硬を自身に展開できるキャラクターで、しかもまあ開幕からできるということで、まあ、常に影硬状態で立ち回れるキャラクターということができます。で、同じ生後影硬キャラクターの大凶小凶なんかと比べると、まあ、サイズも負けてるし、はい、大凶小凶防御力も 46% 増加するので、はい、この部分も負けてしまっていて、で、安倍の生命のいいところは大凶小凶と違って生後 H ではなくて生後霊凍ということで、筋力値ベース防御無視攻撃に、まあ、大凶小凶よりは耐久しやすいというようなキャラクターになってますね。はい、まあ、ただその代わり大凶小凶に関しては敵のバフや生後解除、そして自身のデバフや脆弱状態解除なんかができて、まあ、撃退や発光なんかがついてても剥がすことができるし、まあ、相手に暴走なんかがついてても剥がしに行くようなことができるというようなことで、まあ、間接的にここで硬さを担保しているような形で、生後影光によるカット率は大凶小凶が 20-40% に対して安倍の生命 30%-60% なんですが、はい、あと大凶小凶は MP 自体がレベル ×140 ということであまり高くないので、純粋にこの MP 値 ×影光倍率でかけた場合に、この掛け算と安倍の生命の MP280×35 掛け算した時には、はい、安倍の生命の方が実は生身の影光の展開でいうとより硬い影光を作ることができるんですが、まあ、実際にはここに指輪や書なんかの装備による MP 値の増加が見込めるので、はい、そっちを強くしていけば強くしていくほど大凶小凶の方が硬い影光になっていくというようなイメージで持ってもらうといいと思います。まあ、どちらにせよ両方とも、はい、影光キャラクターとしては、まあ、サイズ面ではサジなんかに負けてしまいますが、まあ、その機能面において、まあ、現在生後援護という特性上トップ2のキャラクターになるのかなと言えると思います。はい、まあ、ただ個人的にはこの影光については開幕からついている場合にこういう風に敵にダメージを与えていった時にどうしても反射ダメージによって影光耐久どんどん減らされてしまうので、はい、あまりダメージを与えすぎるとこんな感じでスキル1打ってる最中に開幕からついてた影光がもうすでに剥がれてしまうみたいなことが起きてしまったりするので、まあ、正直できればスキル1の攻撃の後にこのサイズの影光をつけてくれた方がありがたかったかなというような気もしますね。まあ、この後説明しますがスキル1が超高火力なので、はい、その超高火力のせいで自身で影光を壊してしまいがちなんですね。で、スキル1の方はスキル1の方でしっかり HP がピンチの時に HP 回収する手段があるので影光に頼って反射に対応しなくても別の対応策があるので、まあ、影光は攻撃の後で良かったんじゃないかなっていう風に思ったりしますね。はい、ここちょっと私的には残念な部分です。はい、ということでスキル1ですね。はい、スキル1はランダムな敵に 700% の6回攻撃を仕掛けていきます。はい、合計 4200% の攻撃になりますが、このキャラクターさらに知力値 ×8 倍の防御無視攻撃を追加でぶつけていくことができるということで、はい、知力値の48倍分の防御無視攻撃が可能であると。はい、でさらに自身の筋力値が敵に負けている場合攻撃力の 80% 分の防御無視攻撃が追加でお見舞いすることができ、はい、これまた合計で 480% 分の攻撃力ベース防御無視攻撃ができると、はい、いうことで、はい、アウグスに次ぐまたしてもスキル1でステータスベースと攻撃力ベースの防御無視攻撃をブレンドしてぶつけてくる恐ろしいキャラクターが出てきました。いや、これは強すぎる。まあ、アウグスと違って攻撃力ベース防御無視攻撃の方には発動条件があって敵に筋力値で負けている必要があるということで、まあ、これ条件にはなってるんですが、まあ、このキャラクター防止なので基本今対人戦なんかで活躍しているアウグスやカエサル、まあ、モガミだとか、まあ、そういった武将系キャラクターなんかには大抵の場合筋力で負けることになるので、まあ普通にそういった現環境トップクラスに強いキャラクターたち相手にこの2つのタイプの防御無視攻撃をブレンドさせて殴っていくことができるということで、はい、超強力な防止の連撃キャラクターが出てきました。いや、やっときましたね、知力値ベース防御無視連撃キャラクター。はい、これ今カエサリやアウグスなんかの、まあ、強いとされているキャラクターが強いと言われるゆえんの一つである神髄共鳴スキルによる筋力値ベース防御無視カットっていうのがあるんですが、知力値ベース防御無視連撃に関しては全く対応できないキャラクターなんですね。まあ、アウグスの方は復活時の援護でダメージカットできるのでまだマシですが、カエサルなんかはもうもろにダメージを受けて沈まされてしまう未来が待ってますね。はい、今凶悪とされている神髄共鳴スキルによってなかなかカットしづらい攻撃パターンができるキャラクターってことで、はい、いい感じに MR キャラクターのラインナップじゃんけんみたいな感じになってきましたね。はい、ということで他のステータスベース防御無視攻撃キャラクター、そして攻撃力ベース防御無視攻撃キャラクターとその防御無視の火力がどのぐらい違うのかグラ
ラフで比較していきたいんですが、このキャラクタースキル2でも知力値ベース防御無視攻撃していくので、スキル2の説明の後まとめて比較のグラフ一緒に見ていきましょう。はい、ということでスキル1防御無視攻撃はまあ凶悪だってことは十分伝わっていると思うので、はい、そのままその次ですね見ていくと、はい、攻撃後 100% の確率で2ターンの間その敵に対して罪悪呪言状態にさせ、敵が攻撃を受けるたびに敵 HP 上限 2% の HP が減少ということで、はい、呪言状態やはり乗ってきましたね。呪言状態のキャラクターが攻撃を受けるたびにそのキャラクターの HP 上限の 2% 分のダメージをぶつけられてしまうということで、 HP ベースの防御無視攻撃ダメージを受けることになり、やはり神髄共鳴スキルなんかではカットできないタイプのなかなか厄介な防御無視攻撃を受ける体質に敵のキャラクターをすることができます。はい、実際にどんな感じでダメージを受けるのかっていうと、はい、わかりやすく与えたダメージの 100% 分のスプラッシュダメージを飛ばすしばしで呪言状態のナタを殴ってみたんですが、はい、まず一番上の相手に対して与えたダメージから 100% なんで全く同じダメージが本来ナタに飛んでいくはずなんですが、はい、ナタに与えたダメージは、はい、少しだけ上がっていることがわかると思います。まあ、約40万分ですね、ダメージが増えてます。この40万のダメージっていうのは、はい、巻き戻すと、はい、このナタの最大 HP 2000万の 2% の40万分ですね、はい、っていうのがこのスプラッシュダメージなんかにもまあ乗っかってるんですが、まあ普通の攻撃なんかをした場合にも同じように相手の HP 上限の 2% 分が毎回加算されるってことで、この後攻撃続きますが、はい、2発目カエサルを殴って、はい、そのスプラッシュ攻撃本来であれば77万なんですが、はい、ここも40万上乗せされて117万というようなダメージをぶつけることができ、はい、相手の HP 上限の 2% ずつどんどん削っていくような形でダメージをぶつけていくことができるというような感じになってます。つまり何が言えるかっていうと、火力がある程度弱いキャラクターでも連撃キャラクターであればこの 2% ダメージを、まあ、例えば10回攻撃キャラクターなんかがいれば10回分発動させることができ、まあ、それだけで相手の HP を上限から見て 20% 分削ることができるというような動きをすることができると、はい、一応毎回減少分の HP は相手の最大攻撃力 ×10 を超えることはないっていう風に書いてあるんですが、まあ、強キャラであれば普通に数百万の攻撃力持ってたりするような感じになっていくので、はい、まあ、その10倍って言ったら数千万の規模になってくるので、まあ、この 2% のような数十万のダメージっていうのは普通に実現させることができるということで、まあ、連撃キャラクターほど有利にダメージをぶつけていくことができるというような仕様になってます。はい、なんでこの安倍の生命の怖いところは、まあ、もちろんスキル1安倍の生命自身の火力が恐ろしいほど高いんですが、それだけでなくそれ以外の周りの今までそこまでパッとしなかったような連撃系キャラクターに神髄共鳴スキルでカットできないタイプの防御無視攻撃が加わるようになるっていうところですね。まあ、カエサルのスキル2なんかにつけたら恐ろしいことになりそうですね。はい、ということで、まあ、かなり厄介な罪悪状態になるんですが、はい、一つ重要な注意点があって、はい、こちらの映像を見てもらいたいんですが、はい、ボス戦で安倍の生命挙動確認してみたんですが、はい、安倍の生命の攻撃しっかりヒットしてるんですが、はい、呪言がつきませんでした。はい、これどういうことかっていうと、はい、このスキル文言なかなか分かりづらいんですが、自身の筋力値が敵より低い場合に発動するこの攻撃力ベース防御無視攻撃、はい、から、ずっと文章が途切れておらず、この攻撃後 100% の確率で2ターンの間呪言状態の部分も相手に筋力値で負けていないと付与することができないんですね。はい、なんで筋力値ステータスが、まあ、ほぼないに等しいボスなんかを相手にした場合には、はい、この呪言つけることができないので、はい、その点注意が必要ですね。はい、同様に対人戦なんかでも格下相手の場合には呪言つけることができないので、呪言自体はダメージが出しづらい格上相手につけることで、まあ、進化を発揮するような罪悪状態だと思うので、まあ別に特に問題はないと思いますが、はい、一応そういう動きをするっていうところは覚えておいてください。はい、その他呪言に関する細かい挙動について説明していくと、例えば今上杉謙信に援護と呪言がダブルでついていますが、はい、この呪言ダメージは援護によってダメージカットできるのかっていう部分に関して調べてみたんですが、はい、今上杉謙信 HP が1176万が上限になるので、まあ、呪言ダメージとしてはだいたい23万ぐらい上乗せされる想定になるんですが、援護がついてない直江兼次のダメージと、はい、上杉謙信のダメージ見比べてもらうと、はい、キョイちゃんの防御無視攻撃が上杉謙信の援護による 50% ダメージカットによって、まあ、カットされるので、本来であれば兼次に与えてるダメージの半分である75万ぐらいのダメージを受けるはずなんですが、はい、上杉謙信98万のダメージを受けてるってことで、はい、しっかり23万5千ぐらいのダメージを上乗せで食らっているということで、はい、上杉謙信の HP 上限の 2% 分のダメージをそのまま食らっていることがわかると思います。はい、つまり呪言によって受ける 2% ダメージは援護によってカットすることができないということがわかりました。はい、ここから何が言えるかっていうと、
まあ、今一番流行ってるアウグスっていうキャラクターの復活時生後援護なんかに関してもおそらく無視して 2% 分のダメージをぶつけ続けることができるということで、アウグスに対して罪悪呪言をつけてしまえば超効果力なキャラクターに頼らなくてもいろんなキャラクターを応援出しなんかで連撃系でぶつけていけば 2%2%2%2% っていう風にたくさんぶつけていくことができ、まあ、ダメージカット量 75% と凶悪なカット量を見せるアウグスの援護ですが、それをすり抜けてあまり強くないキャラクターでもダメージをぶつけていくことができるというような形を作ることができます。はい、しかもしっかりこのキャラクター、はい、パッシブスキルによって状態異常耐性無視 65% がつくので、はい、アウグスやカイサルなんかの状態異常耐性 75% のキャラクターのその状態異常耐性をがっつり下げることができ、はい、普通にこれらのキャラクターに対して罪悪呪言つけに行くことが可能になってます。はい、ということでもう完全に現環境の MR 武将キャラクター対策キャラクターといって間違いないと言えると思います。はい、あとダメージを受ける際に HP 上限の 2% 分余分に受けてしまう呪言ですが、今上杉剣心に呪言がついた状態で、はい、上杉剣心の攻撃の手番ですね、奥義なんかによってパッシブ反射 44% になっている上泉信綱に対して上杉剣心が殴っていく場面なんですが、信綱に対してダメージをぶつけた際に反射ダメージとして243,112のダメージということで、はい、これ計算してみると、まあ、ぴったり信綱の受けたダメージの 44% 分受けているということで、まあ、反射ダメージに関しては呪言効果は発揮されないことが分かりました。まあ、これは呪言の説明にも書いてある通り攻撃を受けるたびにっていう風に書いてあるので、はい、反射に関しては攻撃という扱いにはならないので、その場合には罪悪呪言は発動しませんでした。では影光状態の下にいるカイサルやリュービー、はい、呪言もついてますがに対して攻撃をした場合どうなるかっていうと、はい、マイナス1という風に出て援護は無視しましたが影光を無視して呪言分のダメージだけはぶつけるみたいなことはしませんでした。まあ、ただこの文言で書いてある攻撃を受けるたびにっていう書き方が、まあ、もしかしたら、まあ、影光なんかでのカットでなく、まあ、しっかりしたダメージ、例えば影光なんかも無視する鬼神の道の攻撃力ベース反撃なんかを影光状態で受けた場合にはその防御無視攻撃に上乗せで呪言ダメージが乗る可能性はありますねっていうことで、まあ、ちょっとそこの検証はかなり難しいので、まあ、もしできたらメンバー限定動画なんかでお届けしたいと思うんですが、まあ、普通に影光を殴る分にはダメージカットを両方ともされてしまう、または呪言自体が発動してない可能性があるということで、まあ、影光で対応可能ということも分かりました。はい、そして攻撃中に自身の残り HP が 50% より低い場合そのダメージ 100% 分の HP を回復していくということで、はい、超効果力なだけでなく自身の HP がある程度減って死亡リスクが上がってきた際にはしっかりそれをリカバリーする HP 吸収機能がついているということで、はい、ここもアウグスね、クリティカル出した時に HP 回復しますが、そうじゃなくてもうピンチだったら自動発動するような形になっていて、はい、超絶優秀な回復手段も持っているということで、これも実際に動き確認してみたんですが、はい、こんな感じで、はい、卑弥呼の鬼神の道を受けて、まあ、ギリギリ耐えた安倍の生命ですが、はい、HP 50% 以下になっているのでその後の攻撃から 100% HP 吸収が発動するんですが、吸収のタイミングとしてはこんな感じでダメージをぶつけたその瞬間に、はい、間髪入れず HP 回復が入るという形で、まあ、数字見てもらうと与えたダメージより圧倒的に多い HP 回復してるってことで、まあ、奥義なんかで解放してる HP 吸収と同じタイミングで HP が回復してることがわかると思います。 HP 吸収のタイミングなんで反射ダメージが飛んでくるより先に回復できるってことで、反射の直前に HP を確保できるという意味では、まあ、攻撃中の反射ダメージによる死亡リスクはかなり低くなることがわかると思います。はい、これもあるのでこの安倍の生命の影光に関しては開幕時からつけるのではなくてスキル1終わった後からつけても、まあ、反射による死亡リスクはそもそもそんなに高くないので、まあ、影光の耐久を無駄に減らしてしまうのがもったいないのでスキル1後につけてほしかったなっていうのが、まあ、こういったところから言えるのかなと思います。まあどちらにせよこの超効果力スキル1連撃をしっかり支えるタイプの施策が入っているということで、はい、もうスキル1に関しては文句なしで壊れ性能になってますね。さあそしてスキル2の方ですが、スキル2もなかなか優秀で、はい、まず挙動が優秀なんですが HP パーセンテージが低い敵に対して 600% の6回攻撃、合計 3600% の攻撃ということでしっかり敵を仕留めに行く動きができ、はい、これも対人戦なんかではめちゃくちゃ重宝する動きになってます。でフィニッシャームーブするキャラクター火力高くない傾向が結構あったりするんですが、このキャラクターは全く問題なく、はい、さらに敵が呪言状態の場合知力値の10倍のダメージが毎回乗っかっていくということで、はい、ここにも知力値ベース防御無視攻撃がつくんですね。で10倍っていう量がでかすぎる、はい、この6回攻撃なんで60倍っていうのを呪言状態の相手には出すことができ、はい、でその下敵が呪言状態じゃなかった場合には知力値の6倍のダメージが出せるってことで、はい、条件が満たされない場合には発動しないのではなく6倍の防御無視攻撃に切り替えるということで、まあ、火力はやや落ちてしまいますがしっかり発動はしてくれるんですね。はい、ということでステータスベース防御無視攻撃ができるキャラクターグラフで比較していきますが、縦軸が、はい、ステータスベース防御無視倍率になっていて、はい、赤い山が全てのコンボがうまく噛み合った場合の最大火力、黄色い山が平常運転の範囲内である程度コンボが決まった場合の火力、緑色の山が平常運転の範囲内であまりコンボが決まらなかった場合の火力、青い山が全てのコンボが
うまく決まらなかった場合の火力ということで、はい、まず赤い山でそうとしたら、はい、安倍の攻めスキル2の方の火力が知力値の60倍のダメージということでこの位置で、スキル1のダメージがこの位置ということで、はい、順位的にはスキル2が第9位、スキル1が第13位ということで、実はそこまで高い順位に位置付けされてないんですね。はい、その理由としては安倍の攻めに関しては会心地系のパッシブがなく、この防御無視連撃にクリティカルを混ぜることが難しいんですね。はい、なんで全てのコンボがうまく決まった場合の赤い山に関しても、はい、会心ダメージは想定に入れてないダメージ計算になってます。まあこれ私基準の話になってしまうので申し訳ないんですが、はい、このグラフを作る際には会心基準も入れる場合っていうのは会心値パッシブを持っていたり、まあスキルの中で 40% クリ率がアップするだとか、まあ罪悪流血がつけられるだとか、まあそういった条件を作ることができる場合にコンボとして拾うので、はい、そういったコンボがないキャラクターに関してはクリティカルが入ること自体を想定してない火力で計算しているのでこの位置になりました。これクリティカルがもし乗るのであれば、まあ60倍であれば 1.5 倍の90倍になるので、はい、このぐらいの位置になって、まあカエサルに近いぐらいのダメージが出せるようなキャラクターに進化しますね。はい、全てがクリティカルだった場合、はい、黄色い山でそうとし直してみるとこんな感じ。はい、安倍の生命9位と10位、はい、緑色の山で見た場合には7位と9位、はい、最後青い山で見た場合には2位と5位ということで、はい、この安倍の生命に関しては下方向に火力が触れてしまった場合の最低火力が高いところで安定しているキャラクターになります。はい、ということで、まあ印象としては思った以上にステータスベース防御無視攻撃の火力は低いような印象を受けたかもしれませんが、まず言えることは知力値ベース防御無視攻撃なので、アウグスやカエサルが神髄共鳴スキルでカットすることができないってことですね。はい、まあそれがあまりに大きいので、正直ここの差っていうのは神髄共鳴スキル無視して通っていくことができるかどうかで全然序列変わってくるので、はい、そこまでナーバスに捉える必要はなく、むしろまあアーグスカエサル対策キャラクターとして十分な火力の持ち主なんじゃないかなと私は思ってます。で、まあそう言える理由としてはもう一つですね。はい、このキャラクターステータスベース防御無視攻撃の他に攻撃力ベース防御無視攻撃もできるので、防御無視攻撃がこれだけじゃないんですね。はい、攻撃力ベース防御無視攻撃キャラクター並べてみましたが、安倍の攻めの攻撃力ベース防御無視赤い山で見た場合に、はい、第9位、はい、平常運転の範囲内黄色い山で第5位、キミコ超えてますね。はい、緑色の山で第7位で、青色の山は、まあ、筋力値で勝ってしまった場合には発動しないのでゼロというような形になってますね。生命が筋力値でも勝てるような相手に関しては普通にボコせてしまうと思うので、まああまり気にしなくていいと思います。はい、ということで生命こっちの攻撃力ベース防御無視攻撃もできてしまうので、このブレンド攻撃でまあ十分ダメージを通すことができてしまうということで、まあまあ何よりやはり知力値ベース防御無視攻撃ってとこですね。はい、ここがもう今唯一無二の超高火力キャラクター、はい、もうその中でトップのキャラクターっていうだけで現環境を刺さりまくる攻撃ができるキャラクターになってます。まあ今防御無視ばっかり話してましたが、普通にスキル1の 700% の6回攻撃、スキル2の 600% の6回攻撃なんかに関しても砲術攻撃になるので、割とその攻撃スタイル自体が苦手な武将たくさんいるので、このキャラクター防御無視攻撃だけじゃなくてそっちからもダメージかなり通せるようになるので、普通に暴走なんかをつけるのもいいし、なんならよく名前が出る検定ですね、はい、なんかで七星つければ攻撃力も上がるしクリ率も上がるってことで、はい、これクリティカルの買ったら一気に化け物化するので、はい、ただでさえ強いんですが、このスキル2を発動させる前に検定の七星なんかをつけてあげたら化け物化しますね。まあ、特に廃課金なんかで会心系の奥義なんかをたくさん解放してる場合には、はい、ということでまた皇室闘技場上位なんかで採用する人が一気に増えそうなキャラクターですが、この攻撃によって敵を撃破した場合自身が 35% の HP を回復ということで、はい、これ何基準で HP 回復するのか書いてないので一応挙動確認してみたんですが、はい、スキル2で安倍の生命が相手を撃破した場合に、はい、977万の HP を回復したということで、はい、この時の生命の最大 HP 見てもらうと2793万ということで、この 35% がちょうど977万になるということで最大 HP 基準の回復をしていることがわかると思います。まあ書いてない場合大体そうなんですが一応調べておきました。はい、そして攻撃後2ターンの間自身と知力値が最も高い味方3名が生後霊光状態になるということで、はい、生後霊光もつけてきましたね、やっぱり。はい、生後霊光っていうのはヘルプに書いてあるんですが、はい、敵の筋力値ベース防御無視攻撃をダメージカットができるということで、はい、筋力値ベース防御無視攻撃に対応できる整合状態になってます。はい、それと自身と知力値が高い味方3名につけるってことで、はい、合計4名につけられる想定なんですが、これ例えば、まあ、知力値が最も高い味方3名がこの自身である安倍の生命も含まれていた場合どうなるか、要は重複して自身に整合霊光をつけてしまって全体でいうと3名にしかつけられないのかどうか調べてみたんですが、はい、カエサルを殴っていった後攻撃終わった後にしっかり自身を含めた味方4名に対して整合霊光の付与に成功しました。はい、付与された4名の中で一番知力値が低いアウグスに対してもしっかり霊光がついているということで、安倍の生命が2個分整合霊光をもらってしまうということはありませんでした。これもめちゃくちゃ優秀ですね。はい、ただ注意が必要なのが、これちょっと検証できてないのでおそらくになってしまうんですが、はい、この整合霊光に関しては筋力値ベース防御無視をカットする際に参照する知力値の2倍のその知力値の部分に関しては安倍の生命の知力値ではなく
くて、この聖護霊光を付与されたキャラクターの知力値の2倍分カットするっていうことで、まあ、例えば先ほどの映像だと、まあ、アーグスのような武将キャラクターに聖護霊光がついた場合にはあまり知力が高くないキャラクターの知力値を参照してのダメージカットになるので、あまりカットできない可能性があるっていうところですね。はい、まあ、この前提条件なんで言えるかっていうと、前回大凶小凶の時に同じく聖護 H っていうのを味方につけることができるんですが、その際に味方の知力値を利用してダメージカットしていることが検証済みなので、まあおそらく同じような動きを踏襲するかなということで、はい、今回ちょっと検証できてませんが、そういう風に予想したいと思います。はい、でこの聖護霊光に関しては神髄共鳴スキルや、まあ、援護なんかのダメージカット機能と重ねて使うことができるので、まあよりカット性能が増すということで、まあだいぶ防止にとって耐久を上げるような施策がたくさん入ってきましたね。いや運営さんここら辺うまく考えましたね。知力値を防御側に変換する施策。はい、パッシブスキル見ていきましょう。 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージは、はい、純 MR キャラクターと同水準ということで平凡な値。はい、知力値に関してはレベル ×320 ということで、はい、これも上から見ていってこの位置、はい、かなり高いですね。はい、下見ていくとこんな感じということで、はい、これも MR キャラクター基準の大体高さになってます。で体力レベル ×260、 この値は、はい、上から見ていってこの位置、はい、下見ていくとこんな感じということで、はい、体力持ちキャラクターの中でも高いことがわかると思います。はい、で防御貫通に関しては固定値の900と、はい、レベル依存のレベル ×15 ずつ上がる砲術防御貫通ということで、これも MR キャラクター基準の高さになっていて、まあ、十分な貫通を持ったキャラクターになってますね。はい、砲術貫通っていうのがね、はい、このキャラクター防御無視攻撃だけでなく砲術攻撃連撃もしていくので、この砲術貫通が対人戦なんかでは今流行ってる武将たちにめちゃくちゃ通る形になりますね。こっち貫通上げたのはナイスですね。厄介すぎる。はい、そして状態状態性無視 65% ということで、はい、これ持ってるキャラクターかなり少ないんですが、はい、その中ではトップクラスと、はい、ような形になってます。はい、このキャラクター知力値を使って筋力値ベース防御無視ダメージカットできるんですが、知力値の 1.5 倍分しかカットできないということで、まあこういった物理防御を使った割合カットに比べると固定値カットになるので、はい、カット量としてはそんなに高くないですね。はい、聖護霊光が乗っかったとしてもそこまで大きくはなりそうにないですね。その代わり知力値ベース防御無視攻撃に関しては、はい、しっかり割合カットできるということで、はい、安倍の生命同士の対決なんかでは影光もあるのでなかなか耐久できそうですね。あとネロの罪悪封印なんかもダメージカットできますね。はい、ただこのキャラクター耐久系で、まあ、例えば防御力のパッシブなんかが大凶小凶と違ってないので、はい、でしかも先ほど見たように筋力値ベース防御無視攻撃や敏捷値ベース防御無視攻撃だったり攻撃力ベース防御無視攻撃なんていうここら辺の、まあ、主要な攻撃タイプあまり対応してないので影光はつくんですが意外とあっさりやられてしまう可能性が高いということで、まあ、出てきて超高火力で暴れてスキル2ぐらいまでなんとか生存して殴っていって、まあ、2巡目のスキル1までの生存は難しいかなって言ったような立ち位置ですかね。はい、しっかりじゃんけんみたいに弱点も残した形になってますね。それも含めて、まあ、ナイスなキャラクターだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、MR キャラクター防止連撃キャラクターが出てきて、まあ、やっと3すくみのような均衡状態の形が見えてきましたね。はい、しっかり火力的にもアウグスやカエサルに通るような火力になっていて、まあ、投用できればの話になってきてしまいますがゲーム性は増してきたのかなということで、まあ、例えば今アウグス持ってる人なんかは周りもアウグスだらけだと思うので、まあ、3、4ヶ月後原宝が溜まったタイミングで、まあ、この安倍の生命じゃないにしろこんな感じの防止系連撃キャラクターかなり強力なキャラクター出てくることが想定できるので、はい、そういったキャラクターを2人目の純アタッカーなんかに添えるっていうような戦略も出てくるような感じになってきそうですね。はい、なかなかいい傾向かなと個人的には思います。はい、ということで今回前編動画になりましたが、はい、この後後編の動画収録していきたいと思いますが、後編の動画では一般戦闘やボス戦そして対人性能なんかのパフォーマンスを分析評価した上で総合的にこのキャラクターが優秀かどうかという部分に関して動画作っていきますので、はい、取り急ぎグッドボタンを押してもらえるとそれを横目にテンション上げて動画作っていきたいと思いますのでグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ちょっと検証にだいぶ時間かかってしまったのでおそらく10時とか11時ぐらいの動画リリースになってしまうと思いますが、はい、頑張って作っていきますのでよろしくお願いいたします。ということで行ってきます。